はい、みんなこんにちは。40歳のセミリタイアに向けて資産1000万円を貯めているクマです。5月3週目前半、今週も節約、投資、自分磨きなどなど頑張っていきたいと思います。それじゃあ早速スタート。月曜日おはようございます。本日の起床時刻6時12分。今日は午前中に1件めちゃくちゃ志望度高い企業さんの面接があってさ、朝から結構緊張してますまあとはいえども気負いすぎも良くないからね、朝のルーティンしっかりこなして平常心で挑みたいと思います。ってわけでまずはいつもの通り大麦若葉の 100% 青汁、まずくないもう一杯したら仕事に行く妻をお見送りします。行ってらっしゃい、無理せずね。そしたら面接に備えてじゃじゃんとスーツに着替えて、企業さんのホームページチェックや志望動機の作成、英語で聞かれても答えられるように考えたりなどなどして、いざ面接に挑んできます。はい、終わりました。ふぅ、緊張した。でも先方からの質問も英語もしっかり受け答えできたし、熱意も伝えられたし、手応えとしてはかなり良かったと思う。面接官の方も朗らかですっごいいい人だったし、ぜひいい結果を願いたいね。でね、面接終わった後は本日の筋トレタイム。面接終わった後って緊張感からの安堵感っていう落差が激しいせいか、妙にハイになっててさ、無性に体動かしたくなるんよね。筋トレがいつも以上にはかどりますわはい、お昼ご飯です。お米と味噌汁以外は全部昨日の残り物、どれもめちゃくちゃ微妙に残ってるっていうねお昼食べたら家の掃除していきます。無職になってからは基本的に家事は全部担当するようになってます。書類の作成とか面接とかっていう転職活動もあるんだけど、毎日8時間働くのに比べたらかなり時間に余裕があるからね。妻が仕事を頑張ってくれてる分、俺は仕事以外のことでサポートしたいと思ってます。とまあ素敵な旦那さん風に言ってみたけど、実際には今は俺ただのニートだからね。さすがに勝ちくらいはしないとやばいってのが本音です掃除を終えたらあとは今日はのんびりまったりフリータイム、動画の編集進めたり、テイルズオブアライズをプレイしたりして、でね、あっという間に夜ご飯の時間。今日はパスタだね。妻がミートソースで俺が和風カルボナーラ。半熟になるはずだった完熟卵を乗せて、はい、完成、いただきます。お味の方は普通かな。市販のパスタソースって良くも悪くも期待から外れない感じよね。もし美味しいおすすめのパスタソースあったらぜひ教えて。でね、ご飯を食べたらあとは寝るまでのんびり YouTube やらニコ動やら見て月曜日終了。今日もお疲れした。火曜日おはようございます。本日は5時53分起き。今日は昨日に引き続きかなり志望度高い企業さんの面接があってさ、ただ昨日と違って夕方からの面接だから他のやることこなしつつゆっくり準備していきたいと思います。それじゃまずは朝一、妻のお弁当を作っていきますか。8枚切りの食パンを2枚使って、半分はいちごジャム、残り半分はハムを乗せて、はい、完成。ちなみに我が家は朝ごはんも食パン食べてるんだけど、今日からこのコメダのピーナッツクリームを塗ってみたいと思います。コメダのやつって言われるとめちゃくちゃ期待しちゃうよね。中身はこんな感じ。ピーナッツがかなりゴロゴロしてる。塗ってみてもやっぱりピーナッツのゴロゴロ感がすごいわ。うまそう。そんじゃあ早速いただきます。まあ美味しいかな。美味しいけど正直言ってトップバリューのピーナッツクリームとそんな変わらん気はする。値段の差を覆すほどの違いはないし、次はトップバリューの方でいいかも。朝食を食べた後は本日の筋トレタイム。ここら辺もフラフラですちょいとオシャンティーなカットでワイシャツに着替えたら、ここでみんなに一つめちゃくちゃ嬉しい報告があります。実は私
フルリモートの企業さんから内定をいただくことができました。よっしゃしゃ、いやーめちゃくちゃ嬉しい、やったぜ。実は昨日面接受けた企業さんから早速内定のご連絡をいただけてさ、仕事内容としては英語のトレーナーみたいな感じで、英語を話せるよう頑張ってる方へレッスンをしたり、学習方法のアドバイスをしたり、一緒に学習プランを作ったりっていう、分かりやすく言うとライズアップの英語版みたいなお仕事ね。俺としても英語を頑張って身につけてきたっていう経験を活かせる魅力的な仕事だし、当初から期待してたフルリモートっていう条件も満たせるしで、ぜひ喜んでって感じなんだけど、実は一つだけ不安な点があってさ、このお仕事が社員採用じゃなくて業務委託って点なんだよね。ぜひお受けしたいっていう気持ちもある反面、不安と心配もあるから、ここ数日間しっかり考えて今週中に決断したいと思ってます。とはいえどもフルリモートの希望が現実になりそうで、ウッキウキの俺です。まるでパーティーに行くようなテンションだけど、実際行くのは近所のスーパーっていうね。はい、帰りました。ただいま。内定もらえたのがあまりに嬉しくて、スーパーでビール買っちゃいました。ノンアルだけど、夜ご飯の時に妻と一緒に乾杯したいと思います。それと今回の自分へのご褒美としてセブンイレブンで金のつけ麺も買っちゃいました。これがね500円もするんだけど、マジでめちゃくちゃうまいのよ。これ食べてからリアルに外でつけ麺食べんくなったからね、これでいいやんってなっちゃって、今週どっかのお昼ご飯でじっくり堪能する予定です。そしてこちらが今日のお昼ご飯、ささやかながら健康のことを考えて納豆もつけといた。こいつをサクッといただいてね。でね、お昼ご飯の後は動画の編集やらゲームやらをやる予定だったんだけど、今回の内定の話をいただいて急遽業務委託についていろいろと調べることにしました。やっぱ決断するにしても正しい知識がないとちゃんとした判断もできんし、受けるにしろ辞退するにしろ後から後悔するってのが一番いかんもんね。てかそんなん求人に応募する前にちゃんと調べとけよって感じなんだけど。はい、集中して調べてたらあっという間に面接の時間になりました。今から受ける企業さんも今回内定いただいたところと同じくらい志望度高いところだから、一丁頑張りたいと思います。ちなみに面接の時はこんな感じで妻の趣味付けをいろいろとセッティングして使わせてもらってます。ふい、終わりました。いやー、やっぱここのお仕事もめちゃくちゃ魅力的だわ。どの企業さんへ進んでいくべきか考えなかんね。贅沢な悩みですわ。それじゃ夜ご飯作っていきますか。今日はめんつゆで作る親子丼。鶏肉、玉ねぎ、めんつゆ、お水、卵をかけて、はい、完成。さらに内定祝いのビールもいただいちゃいます。乾杯。かー、うまー。ノンアルとは思えん苦味、最高ですわ。でね、ご飯の後は引き続き業務委託に関して調べたり、それとリモートワーク用に買うパソコンに関しても調べてました。そんな感じで火曜日も終了。今日もお疲れ&おやすみ。水曜日おはようございます。本日は6時19分起床。今日は転職活動の予定はなし、今後のことに関してじっくり考えるつもりです。それじゃまずはいつも通り妻のお弁当を作って、大麦若葉の 100% 青汁をまずくないもう一杯したら動画の編集してきます。昨日は業務委託について調べてて編集全然できんかったからね、その分も含めて進めちゃいます。お昼は昨日に引き続きラーメン&納豆セット。札幌一番醤油ラーメン週3回くらい食べてるんだけど全く飽きんのよね、毎回うまい。そういえば我が家の庭に小さなお客様が来てました。うちの雑草全部もぎ取ってくれていいからね、お願いします。でね、お昼ご飯食べた後はちょっくら外出してきます。
はい、到着した場所はヤマダ電機。リモートワーク用のパソコン見たくてさ、どれ買うかは大体決まってるんだけど、実物のモニターの大きさとか重さとかがどんなもんなのか確認したかったんだよね。買う予定のパソコンはモニターが15インチ、重さは 1.6キロ、大体これと同じくらいね。おーおーおー、あ、全然余裕だな。家の中で持ち運ぶなら余裕だし、最悪これくらいだったら外にも持ってけるね。うん、オッケー。帰りにダイソー寄って帰ります。妻との結婚式や旅行で撮った写真を飾る写真立てが欲しくてね。この透明フレームいい感じ、これにします。はい、ただいま。外あっち。そんじゃ写真飾っていきますか。よっしゃ、完了。おー、いい感じじゃん。これで家族友達呼んだ時に見せびらかせるぜ。ただ真面目な話、データで保存するだけじゃなくて、こうやってプリントして飾るってのも素敵だね。ここ見るたびに幸せを感じられるもん。でね、その後は最近の支出を家計簿に入力したり、動画の編集を引き続き進めていったりして、そしてあっという間に夕方、夜ご飯作っていきます。今日はみんな大好き豚キムチ、豚肉焼いてキムチ絡めてごま油かけるだけでうまいっていう最高お手軽料理を、はい、完成、いただきます。うまっ、めちゃくちゃご飯進むわ。ちなみにご飯のお供は鬼滅の刃新シリーズです。ついに柱稽古編始まったってことで、ほんとめちゃくちゃ楽しみね。はい、というわけで5月3週目前半、俺の生活はこんな感じでした。ここまで見てくれたみんな、ほんとありがとね。こんな感じで転職までの道のりを、そして資産1000万円までの道のりも動画にして投稿してるから、もしよかったらチャンネル登録と動画への感想コメントもらえると嬉しいです。楽しみに待ってます。ちなみにネタバレすると、次回の動画ではついに俺の転職活動が終わりを迎えます。ぜひ楽しみにしてて。それじゃ今回はここまで、また次回ね。バイバイ。